ババフミカは1995年6月21日に新潟県で生まれ、10歳から15歳まで子どもの演劇集団アプリコットに所属し、ダンスなどを学びました。その後、2014年に映画「パズル」で女優デビューを果たします。週刊プレイボーイでグラビアデビューしました。彼女はモグラ女子として知られ、2016年にはグラジャパンワード2016でグランプリを受賞し、彼女はドラマや映画でも活躍し、2022年10月からはドラマ恋と弾丸で古川武大と共演します。